カザフスタンの国章は、カザフスタンがソビート連邦から独立した後の1992年6月4日に導入されたものである。このエンブレムの作者は、ジョンドベック・メラベコブと、ショタ・オーリー・カノーブで、コンペの決勝において、多数の国章案の中から選ばれた。1992年当時のデザインでは、カザフスタンという国名を表記するのに、キリル文字が採用されていたが、 カザフスタンがラテン文字を導入したのに伴い2018年11月1日に国名がラテン文字で書かれたデザインが採用された。シャニラクをユルト内部から見上げたモノカザフスタンの国章の中央の円の中に3本の線が交差した形のものは遊牧民の伝統的なテント式家屋の頂部にあるドーム型の構造、シャニラクを表したものである。黄色いシャニラクは 青空の中に輝き、日光のような光を放射している。その左右に、神話に登場する馬が2頭、背中合わせになって、翼でシャニラクを支えている。頂上には黄色い星があり、そこの帯には、カザフ語で、カザフスタンという国名を表す、コザクスタンの字が書かれている。シャニラクは、家族の健康、平和、平穏を、歴史と未来とを表す。エンブレムの円形は、 生命と永遠性を表す。青い色は大空と平和、すべての人々の間の統一を表し、黄金色は農業と光、カザフスタンの人々の明るい未来を表す。シャニラクと同様のものは隣国であるキルギスの国旗にも描かれている。キルギス語ではドゥンドゥクと呼ばれている。独立前のカザフソビエト社会主義共和国には、 1937年5月26日に制定された国章があった。これはソビート連邦の国章のデザインの影響を強く受けている。国章は円形をしており、中央には釜と土のシンボルが描かれ、下から黄色い朝日が日光を放射している。エンブレムを取り囲む、小麦の穂はカザフの主産業である農業を表す。万国の労働者よ、団結せよ。 のスローガンがカザフの公用語であったカザフ語とロシア語で小麦を結ぶ赤色の帯に書かれていた。ありがとうございます。